位甲府との勝ち点は2ポイント差、勝てば降格圏脱出の可能性もあります。今シーズンもここから佳境です。来年も日本のトップ J1 で戦うために、この舞台にとどまるために重要な一戦です。8月19日のホーム仙台戦で J1 通算100試合出場ということになりました。ゾーンですからね、その次のボールですね、お互いに。ここはパトリック、大谷のナイスセーブがありました。加藤勝、ここは新潟が出足一歩早かった。ドーグラスサンキが背後に抜ける、中盤から磯村シュート、非常に見応えのあるゲームですね。どちらもこう切り替えが早いですし、その前には小川がいる。左の山崎、中央に小川、小川のところシュート、狙いが良かったが、山崎前を向く、仕掛ける、山崎、ドグラスサンキ近くにいるが、山崎前を向く、ドグラスサンキに預ける、左足シュート、最初のコントロールですね、ちょっと最初のコントロール足につかなかったような印象がありました。山崎のただ突破というのは迫力ありましたね。おそらく川田ということですと、ドーグラス短期との交代になるか。さあここは突破して、突破して、さあシュートまでいけるかどうか、シュート狙った、最後小泉です。積極的に仕掛けていきました。こういった時間でも運動量豊富に仕掛けられるのがこの小泉の良さでもあります。新潟選手も、そしてもちろんサポーターも諦めていない。ただここは広島、アンデルソン・ロペス、クロスが上がる、パトリック、素晴らしいクロスでしたね。速いボールというよりは滞空時間の長いボールを送って、はい、パトリックが勢いよく入ってこれるような計算されたボールだったなと思いますね。柏は効いてますね。クロスで、さあパトリック、いや柏の、パスも見事ですし、はい、そしてパトリックも感じてましたよね。そうですね、完全に大野の背中を取ってましたよね、はい、縦に入れた、富山を経由、山崎、サイド走っていく堀米、ただ中を使った、フィールダー磯村、そして短期一歩というところでした。新潟どうですかね今のは。やっぱりこう一人一人が長い距離走って連携していくとチャンス生まれますよね。ここは新潟の選手が競る、そしてクロスが入る、アンデルシュート、サイドネット、ここに来て新潟の攻撃のスイッチ入った時の距離感非常にいいですね、はい、富山のファイトが効いてるかなと思いますね。早くシンプルに動かした方がいいと思いますよ。5分台に入っている柴崎、あー、ここで試合終了のホイッスル、共にゴールは生まれなかった。両チーム共に喉から手が出るほど欲しかった勝ち点3はお預け、勝ち点1を痛み分けということになりました。アルビレックス新潟対サンフレッチェ広島の一戦、0対0、スコアレスドローで試合終了を迎えました。